ドイツ人からドイツ語を勉強したい方、一人だとなかなか勉強が長続きしない方、その悩みを解決します。概要欄にクリックをしてくださいね。こんにちは、マクシーとマックスくんです。マックス、カメラ見て、笑顔。マックス、お、カメラだ、素晴らしい。今回のテーマはですね、ドイツ語の資格を取ることに向いてない人、てか向いてないっていうのじゃなくて、全く取る必要のない人がいます。で、今日はどういう人は資格を取る必要はないのか、どういう人は独研一級合格するとか、ギョーテのなんか C1 合格するとか、合格しないとか、テスト、なんかドイツ語のなんか教室の中でテストは何点だったとか、そういうのね、本当は関係ないんですよ。で、今回はどういう人にそういうなんか試験に合格する必要はないのかっていうことについて話していきたいと思います。で、ドイツが好きで、なんかこう、もうすでにドイツに住んでる外国人はたくさんいます。で、その人が、ドイツ人とも関わるし、まあドイツに住むと当然ドイツ人に関わると思うんですけど、ドイツに住んで外国人と関わることもあると思うんですけど、その自分がやってる生活の中で、もう日常会話ができたかできてないかと普通に別して、生活の上だと必要なことどうしてもあります。例えば住所を登録するとか、なんか結婚するときに書類を出すとか、離婚するときに裁判所に行くとか、なんか病気になったら医者さんに行くとか、なんかどうしてもそのドイツで生活することにあたってドイツ人と関わって、その時にドイツ語を使う必要性が出てきます。で、相手のドイツ人がなんかこうちょっと英語喋ったら英語で誤魔化すことはできるんですけど、まあ必ずドイツ人全員が英語喋るわけじゃないので、なんかある程度のドイツ語力は必要になります。でも、だからって言って、資格を取る必要のない人は中にいます。それは、なんかその、資格を取るっていうのは、だいたい資格を取るっていう意味があります。で、例えば一つは、ドイツの大学に入りたいと思ったら、ドイツの大学に入るための資格を取る必要があります。で、そうすると、その資格勉強して、なんかわーって勉強して、1年とか半年とか、まあ一回落ちたら2年とかかかるかもしれないんですけど、その大学に入学するためのドイツ語のレベルを達成するために勉強して、で、そしたらドイツの大学に入学できたから、その目的を達成できるんじゃないですか。それはその目的があって資格を取るんです。で、もう一つは、例えば、ドイツで働きたいと思ったら、ドイツ、こうね、ドイツ人の会社に、私、一生懸命ドイツ語勉強したから、採用してくれみたいなアピールポイントっていうか、その、会社が本当にそれを、なんか、こう、おぉ、すごいなと思うのは、その会社の人事の担当別だと思うんだけど、一応そういうなんかアピールポイントのために、資格を取るっていうこともできます。ドイツで働きたい、ドイツの資格になんかこう自慢したい、私一生懸命ドイツ語勉強したんだから、だからドイツ語を採用したいみたいな感じ。だからドイツ、そういう資格を取るっていうのもなんか意味あると思うんですけど。でもね、そういう目的がなくて、なんかこう大学に入りたい、もうなんかこう就職したいとか、それってなんかこう確実の目的じゃないですか。それができないとなんかできないとか。あと、もう一つは、例えばドイツに住んでビザを取るために、とりあえずなんかこの資格を取らなきゃみたいなのあると思うんですけど、そのなんか目的があって、そのなんか自分の在留資格を延長するために、このレベルを達成しましたっていう証明書を出さなければなんないから、その資格を取って やるんじゃないですか。でも、なんかそれと関係なく、ドイツでも、もう真面目にこう税金払って仕事もして、もう大学別に行かなくてもなんかその、なんか在留資格は持ってて、だったらその、なんかこう、レベル的に資格を取る必要ないんじゃないですか。だって自分の生活の中でドイツ人とドイツ語で会話するときに困ってなければ、本当に資格を取る意味はないです。で、自分がそのドイツに住んで、その生活の中で不自由だなと思ってるところは、勉強するべきだと思います。だからその、例えば、自分が、市役所に行って、で、その担当の方がドイツ語しか話してなくて、何話しても分かんないから、もう心配になって、毎回、ドイツ語ができる友達に電話すると、自分がこう、それだとなんか辛いんじゃないですか。だから解決方法として、例えば友達を連れて行く、そういうなんかこう、場に行くとか、あと一人だったら、まあ、そういうなんかこう、携帯を使って辞書とか、Siri とか、なんかこう、辞書を持ってして担当者と話してみるとか、うん、
自分が一人だとそれドイツ語できないっていうなんかこう悩みがあったら、その悩みを解決するためにドイツ語勉強します。でもなんか確実に資格が必要ですって書いてなければ資格勉強する必要はないんですよ。で今回の動画で話にまとめると、資格を確実に取る必要ない人っていうのは、その自分がドイツに住んで生活の中でその資格が誰かに求められてるわけじゃなければ、本当に資格勉強をする必要はないです。あくまで自分がそのなんかこうもっと直したいとか、やっぱこれが苦手だからこれもっと勉強したいとかあったら資格取った方がいいんだけど、あとそのなんかこうレベルをチェックすることができるんじゃないですか。自分はこう話すのは得意んだけど文法が苦手だとか、それってテストを取ると、あ、わかるものがあるんだけど、なんか文法とかね、うちはなんかまあいいんだけど、なんか話通じれば、なんか話し合えばなんとかなるみたいな感じだったら、別にわざわざ試験で悩む必要ないんですよ。なんか一番大事なのが、自分が生活の中で語学の悩みがあるかないかだと思うんでね。で、語学の悩みが、なければ、本当に資格を取る必要はないと思います。話はちょっと長くなったと思うんですけど、今回の動画で話最後まで言って、私はドイツ語の資格を取りたくないという人がいたら、いいねボタンを言って、資格取りたくないってコメントを書いて、私は資格を取りたいですっていう人がいたら、よかったら、どんな資格に向けて今頑張ってるのか、どのレベル合格したかっていうのをコメント欄に書いてきてください。今日も最後までありがとうございます。チュース。